ついに来ちまったぜ。ついに来ちまったぜ、俺も。あの、超激レアの島。タランチュラ島ということで、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ギコちゃんです。だー。せーの。集まれ動物の森始まりました。動物の森のお時間でございますが。いやー、ついに来てしまったんですよ。ついに、そうそう、来てしまったんですよ。タランチュラ島っていうの？タランチュラ島って、超お金稼げるっていう噂じゃん。まさかと思ったんだけど、まさかのまさかのまさか来てしまった。この真ん中にさ、山ほどいるわけ。タランチュラ、あ、いた。山ほどとか一匹しかいない。これを、たくさん捕まえることができるらしいので、ちょっとできるだけやってみようか。うん、じゃあちょっと、怒ってる時は近寄らない。怒ってる時は近寄らない。ちょっと見づらいけど。すごい見づらいけど。怒ってる時は近寄らない。怒ってる時は近寄らない。立ち上がってる時は威嚇してるらしいから。このタイミング！よし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 。捕まえたぜ、一匹！話しないで、ちょっと待って。右のさ、タランチュラさ、もっと簡単に捕まえる方法ないんですかね？木の後ろにいらっしゃって、非常に捕まえづらいと俺思ってる。あいつ、ちょっとテクニシャンかもしれん。よしよしよし。跳ねた瞬間に捕まえんのもありでしたね。こいつ一番レベル高くない？なんだったら。こいつ、ちょっと木の裏隠れてるからさ、レベルマックス！ペヤングレベルマックス！ 2 匹目。うん。2匹目なのはいいんだけど。いる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 。待て！あーっす！おかしいだろ今俺を使、俺、何やってんだよ。おかしいだろ今俺、何もしてねえぞ今。すまんな。意識不明やべえだろマジで。おっとっとっと、危ない危ない、早く、早く行こうと。ふざけんな、あの雲！いるねいるね。緊急事態だ、この雲やろう。うわ、いる！いすぎだろ！なんだろう、お前捕まえた瞬間に俺なんか刺される気がしたんだよな。大丈夫かこれ、このパルパティ大丈夫か。あっ、でっちゅう。なんかさ、タランチュラさ、水の穴落ちてないあいつ、気のせい。え、早くない？あと2匹とかなしよ、2匹とかなしだろ。あ、やめ。え、なんで待ってよ、黒い2連戦やめてくんないかな。黒い2連戦やめてくんないかな。おかしいだろそれ。どっちか捕まえたら噛まれんだろ俺。え、大丈夫かこの状況、この夫人大丈夫か。お前やんなよ、まさかやんなお前。何？噛む準備始まってる？左下でピクピクしてんの、これ噛む準備じゃないだろうね。大丈夫か？ああ！なんだよこの雲、チートだろそれ。ちょっと待って、雲の夫人第2まで用意されてるとしたら絶対に刺されんじゃん、絶対に噛まれるやん。すいません、どこに俺、何回も意識不明になってる。おかしいやろ雲、あの雲はちょっと出てくるんだ俺に。怒ってる怒ってる。ちょっとさ、やめてくんないかな。でも俺分かったんだ、もう一つ。雲が跳ねる瞬間でもいいっていう噂を聞いてるんだよ。ちょっとさ、脱走とか邪魔なんですけど。せーらない！じゃあ、決めていく！一回試してみようと思ったんだけど、あ、いやいや、右上！よし！よし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 ！跳ねた瞬間ね。だとしたら早いよ。上！早い！タランチュラマスター、ここに爆弾したかもしんない。下に、へい、噛まれるやつ、すでに左下で待機中。せーの、ダブー。3回目の失神だわ。俺どんだけ雲に噛まれてるのか、島で。恐ろしい島もあったもんだ。サントダラなんて、サントダラ。これ。もう、マスティングしたから。おい、オーマイガーあれ、この雲マジさ、この雲マジやってんね。戻りましたけども、戻ったとか戻ってないとかじゃないんですよ。昆虫はもう昆虫が極まってる。すごい昆虫だと思う俺。あいつだけはすごい昆虫だと思ってる。ほんまでか TV だよ。2匹はやめてくれ。ルルルルルルル、
甘い。ああ木の後ろからさーっと来て俺を噛む。もうなんだよこの雲。何回出身するんですかね。ゲームオーバーとかないのさすがにないか。むしろもう毒を摂取しすぎて裏返るんじゃないの。俺ハンマーバキじゃねえの。ぶっちゃけこれあつい。おい違うだろそれは。これは違うやつ。俺もやだ恥ずかしい。俺恥ずかしくなってきた。ロドリーお前すいませんね。なんかああ今日だけは必ず俺は金かけるピョンってな。甘いんだよこの雲野郎。おおあああいいねいいね。これねすいお前らさすいな。オーマイガード。次にやるかどうか。ガスあ水の中でパチャパンって逃げるんだね。水の中でチャポンっていくんだね。タランチュラ何タランチュラって水の中行けるの知らなかったんだけど。マジで知らなかったんだよ。早い。早い。離れると大丈夫だ。せやっ！あーはーせやかコケグモー！島の中心で毒を避けた。毒を摂取。避けな。どんどん捕まえるぜ。無限に捕まえるところ、いいでしょ。せや！甘い甘い！タランチュラマスター、チャンギコ誕生！ごめん、終わった？入る。せやかコケグモ。あ！見えないんだよ。木がね、こんなに邪魔な木はこの世に2つとしてないよ。いや、2つしかない。一番右奥のやつも邪魔だよ、ね、なんならそれもすげえ邪魔だったよ。申し訳ないね、ロドリー。俺、そんなつもり邪魔だったんだけど、申し訳ない。あ、そうだ、あいつ。うん、うん、うん、うん。もう倒れるぞ、せーの。しょうがないんだよね、2匹固まってたけども。これ、待って、持った。俺さ、ピョンって跳ねてから走って逃げたら、どうなんの？やつがさ、ぴょんって、これいいな。逃げたら、逃げたもん。これ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 おおしよしよしよし大丈夫なんだ、やっぱ逃げられねえんだ。捕まったらこっちに向かって来ますからな。オッケーオッケーオッケーいけるいけるやつ一瞬で捕まえてるあんなやつ。おいタラちゃんタラちゃんでーす。甘い甘い。じゃマスターだろ、もう。やべ2匹ポチャポチャしてもったいない。せいやせいやせいやギュンギュン。さあ、いすぎてる。いすぎだで。まだかビビらしてたから。おい今のは油断こいたわ。まあ、ぶっこりたかった。もう捕まえるわ。もう捕まえてくるわ。たくさん捕まえるわ。どこに。油断大敵。工房も筆の誤りとはこのことかな。いるいるいる。甘い。遅すぎる。お前というタランチュラの動きが遅すぎる。お前もだっ。だっ。よし。タランチュラっていくら売れんだよ。あんま知らないんだけど俺。逆にこう来た時にこう。うまくね。ちょっと待ってよ。引き寄せてからのタランチュラムーブ。たまんねえやつ。せい。もう俺は敵がいないわ。こうなったら。ぴょん言うたら後ろにぴょん言って。来やがれ！もうね、呼吸ですよ、これは。雲の呼吸覚えた。あ。うわ、何パンの？やばこれ。やば。こんなにパンの？雲の呼吸。よし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 。しょぼい網でも簡単に捕まえることができるんですね。まとめると雲の捕まえ方はこうやって威嚇してるときは近寄んないでピタッと収まったときにこう近寄ってって捕まえると捕まえるでしょ、うん、これがまあ基本の捕まえ方なんだね。これその1、まあ、全ての基本ムーブだね。次は、まあ、もう突っ込んでってピョンって離れた瞬間に捕まえる。ああこっちは捕まえるけども次待機してる。ごめんこれはしょうがない許して。まあピョンと跳ねた瞬間に捕まえる。3つ目、雲の呼吸1の型。これも大事。引き寄せてからだね。2匹いるときは引き寄せてから捕まえる。うん、2匹いるときは引き寄せてから捕まえる。それが雲の呼吸。この状態からピョンしたら引き寄せて捕まえる。よし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 。逃げてからす。ね。これ、大丈夫。これ、雲の呼吸。
よしよしよし。もう、もう、もうね、もうだよ。完全にもうだよ。おいでと。引き寄せてから、捕まえていく。いやーもうマスターしたわ。ジェダイだわ、今俺。やば。完全なるジェダイだよ、俺は。またいらない。なんかもう、わー、マジかよ。しょぼい闇。まあ、一回やって、運ぶよ。やだやだ。はい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 。ありがとうございましたー。センキューいや、すげえ。うん。じゃあ、もう、なんか、まあ、これぐらいにしとくか、しょぼい闇。しょぼい闇を、この闇か置いて、ね。うやー、危ねえ。あ、まだいけんだ。これだけやれば十分だろう、ぶっちゃけ。何個なんかわかんないけど。あばい！さあ、ということで、今回は、めちゃくちゃな量のタランチュラをゲットすることができたよ。気持ち悪い、この道具袋。道具袋っていうか、ポケット。気持ち悪い、タランチュラだらけだよ。通常の人とは思えない。さあ、これをすべて、売りに戻ろう。いくらになるのこれ、ぶっちゃけ。オッケー。さあ、参りましょう。ただいまー。行くぜ！売るぜ、売るぜ！いくらになんのよ？ぶっちゃけ！やっけ！マジか。なんか高い気がするんだよね。さあ、え、なんだ？え、なんだ？たぬき商店で、あいたく！売るぞ！亀吉！申し訳ないけど、俺タランチュラ売りに来たわ。ここがタランチュラ専門の買い取りのショップで OK ですかね？売りますよ。全部。黒い丸の中心点が謎に見えてくる。じゃあ行くぞ。せーの。いくら？5万ぐらいいく？25万6千ベルだって。やべえ。嘘だろ。そんな行くの？うわやば。え？嘘やん。俺5万とか。ちょっと行くか行かないかぐらいだと思ってた。マジかよ。オーマイガー。そんなに行くなと信じられないね。まさしく、行くってやつだよ、これ。ってことは、バチバチに、お金を、でーんぶ返せる。ローン返せちゃうやつ。一回行くだけで。ATM？ 残り3万ベル？返済できるやつ？全額。全額ポチの気持ちよさないよね。やばいよね、これね。こんな気持ちいいことないよね。マジか。センキュー！やったー！オチのローン全部払い終わった！ありがとう。いい薬です。タナキチ、タナちゃん。いやいや、こちらこそありがとう、誰も。誰もってなんだ、誰も。そうだね。もっと大きくすることはできんの？ちょっと待ってくれよ。ムクムクと育っちゃうぞ、こっちも。いいのか？ムックって呼ぶ俺のこと。マイホーム相談したよ。マイホーム。マイホーム移設の相談を受け、何？増築したい、それは。おー、やった54万集める。お前、高えよ。まあ、お願いするけど。マジかよ。屋根の色は変えなくていいや。あ、でも緑もいいな。今、紫だから。緑は、あるよね。緑、あるよね。緑にするわ。いいねー。ぶっ壊す。よっしゃ。ということで今回はタランチュラ、あのね、超激レア島なんだって。で、なんだったらちょっとガセ情報かもしれないけど、夜19時以降じゃないと出ないっていう話もある、タランチュラ島に関しては。うん、なのでちょっとタイミングをしっかり見て、昼間は昼間のレアな、なんて言うんだろう、うわー、ちょっと、わーわーわー、ちょっと、ちょ、あー、なんだよこの銅像、バカか。なんでお前帰ってきてまた刺されるやつあるって。なんだこの銅像、邪魔なんだけど。気持ち悪い銅像だぜ。はみょはみょ、あそこあったのか、マイレージ。はみょ、捕獲キャンペーンでさ、知らなかった。マジか、どんなキャンペーンだ。はい、まあ今回はね、そんな感じで、超激レアとタランチュラと、無事にね、到着することができたってことで、うん、すげえ楽しいね。25万ベルぐらい手に入ったんで、あれ2回行けば50万ベル。
ものすごい時給を叩き出せるけど、ただマイル旅行券を、マイルで2000マイルで交換して行って、まあ、夜19時以降かに行ってって考えると、まあランダムだから難しいのかもしれないね。狙っていくことはできないから。ただ毎回やっぱりここを空にして、本当はね、なるべく空にして網だけ持っていくっていうのも、まあ悪くはないのかなってところですかね。最低限のものだけ持ってタランチュラゲットすればするほどお金になるからね。はい、というわけで今回はそんな感じで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。以上、ぎこちゃんでした。また明日な。そうじゃない、やりたいのは、そうじゃないんだよ、そうでもない。それだよ、それ。これで、ね、はい。ということで、みんな、待ってんな。